はい、皆さんこんにちは。ペアペパージャパンの山口と阿翔です。こんにちは。こんにちは。先ほどまあこれ 2個目の撮影ですよね。今日は2個目、ダブルです。笑っちゃってるじゃん、もうさっきの NYX のレビューがもう、さっきのね、ちょっと動画を見てほしいですね、皆さんにね。山口さんが意気込んでこう、ちょっとさ、今日動画やりましたよみたいな、予習してきたんでみたいな、つらして出てきたやつ、いいの、はい、結構面白い動画にはなってると思うので、はい、山口やらかし祭りまくり、まあやらかし祭りまくり、やらかしまくり祭り、まあセシルマグビーってことで、はい、こう2本目は、2本目はゴーストバスなんですよ。ゴーストバスなんすよ。ゴーストバス。そうっすね。ゴーストバスっすね。ゴーストバス。ちょっとボロドリップがちょっといろいろあって入荷ができてなくて、そうですね。その間に新しいタックスっていう、これ僕らがゴーストバスを取り扱う直前ぐらいに出てたフレーバーの。なんか3種になって再登場みたいな、限定リバイバルみたいな、これも限定なんだ。限定です。ゴーストゲームも再入荷してるんでしょ。そうです。これも限定で、これキーホルダーはついてきたいの。今回はついてない。今回ついてない。じゃああれが限定だ。あれが限定です。まあね、このね、ちょっとパンチのあるね、キーのこのボトルでね、有名というか、この限定が出て、また限定が出たと。限定好きだね、ゴーストバスね。そうですね。上院させる気がないよ。確かに、ずっと吸わせる気がない。いやでも、こっちのラインはずっとあって、はい、はい、まあ限定で、ね、限定がなんか、はい、はい、繰り返されて、まあ、出てきましたけど、またねゴーストバス限定ということで吸っていきましょうのレビューですね、はい、これは予習してる。これは予習しました。そうですか。いやもうそういう言い方はやめた方がいいかもしれない。とりあえず一回ずつ吸いました。そうですね、はい、もう画面の前の皆さんにちょっと大口叩くと、ちょっとね、全然いいよってまたなるからね。はい、はい、ということで今回俺は唯一ただ分かってるのは、パッと見でカウがいるわけですよ。はい、カウ、牛。俺ね、カウ系結構苦手なんだよね。ミルクはミルクちょっと苦手なんだよね。なんでミルク感が好きな人は俺のミルク嫌いレベルでちょっと判断してもらって。結構ミルクダメな人多くない？そうですかね。俺結構イメージ的にはなんかミルクのリキッドダメな人。爆炎は結構好きだけど、俺爆炎はいける全然。でもワトソンとか、あミルクっていうかクリームですけど、クリームもダメなんだよね。だから現実世界でもクリームはちょっと嫌い。ショートケーキのリキッドをリリースされてます。そう、ショートケーキのリキッドはあれはだからその俺の嫌いな部分をこう取っ払ってるから、はいはいはい、なんていうの、ボターってするところとかいろいろ取っ払ってるじゃない、はいはい、なんかこれミルクでもなんかクリームはクリームだけど、ちょっとなんていうのかな、スッと入ってくる老若男女系クリーム、はい、やっぱさ甘くてさ、こう油っぽいさクリームあるじゃん。安いやつとかダメね。現実世界のあるじゃん、安いアイスとかに使われてくるクリーム感。あ、じゃあ現実でも高ければ高いっていうかちゃんとしてればいい。ちゃんとしてるのか分かんないけど、さっとしてればいい。あ、うん、あと賞味期限短い系はいい。油とかは結構使ってなくて、はいはい、みたいな。意外とグルメなんですよ、そういうところ。クリームにうるさい松翔さんが、しかももう苦手って言ってましたもんね、うん、結構やばい。僕らの印象としてはいけるんじゃないかと。まあいけるクリームは好きだからね。そうなんです、ね、だってワトソンなんかなんかのレビューで一緒でしたじゃないですか、うん、いけるやつもあった。山口さんのあとビルドだよね。ああ、うん、ビルドとかその MTL とかの RDL とかその、はい、どっかの当たれば美味しいじゃない、やっぱり。そういうところですかね。ということで、まあ今日ね、まあ2本目ということで、まあ、リキッドなんでね、2人でやった方が絶対いいから。うん、確かにそう。1人の表現というかね、久々じゃないとか、リキッドのレビューやんの、2人で。確かに考えてみる。最後やったのいつ？ファイブポンズは？もう最近じゃない。もう最近っちゃ最近か。普通にやってるっす。いつもなんかリキッドが多かったもんね。ああ、そうっすね。最近の俺のレビュー見てる？動画。見てないです。めっちゃ真面目だよ、俺最近。マジで。このウルさんのさ、動画とかさ。マジ真面目だよ、パティベルのパーフェクトキットの動画とか。マジで真面目。ちょっと僕も真面目なのを一個
やります、うん、真面目に、ね、真面目にやってもらいたいね。やっぱりあれを真面目と捉えるかどうかは人次第ですけどね。まあ今日も、ね、はい、真面目にやっていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします、はい、やっていきたいと思いますんで、動画の方どうぞ。はい、ということで、じゃあ捨てきたいと思うんですけども、味の種類はね、じゃあ一個一個山口さんに言ってもらおうか、はい、じゃあ水色のタックス、これ なんて名前、これタックスオリジナルですかね。タックスオリジナル、はい。味の名前は何書いてある下に。なんだこれ、これ何語、あ、それイタリア語なんですよ。当てていいこれ、ちょっとここ書いてあるから、ちょっと皆さんにちょっと見てもらって、はい、イタリア語、イタリア語なんです。ラテディバッファロー、ラテディブファラ。ラテディブファラはラテでしょ、ディバファラでしょ、バッファローの父。はいはいはい、合ってる、合ってます、合ってんの。あ、でも ラテが、あ、違う、じゃ最後までじゃ言うね。で次がミエレ・ダ・アカシア、ミエレ・デ・アカシア、これはね、多分ね、これは分かるよ、これはね、アカシアの蜂蜜だね。そうです。でビスコッティブロって書いてあるんだけど、ブロがちょっと難しいね。ブロ、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 ブロ。ね、ビスコッティアルバラ、アルバラ、伝統的なビスケット。伝統。伝統的な食事用のってこと。じゃ伝統、ちょっとトラディション。トラディション。トラディション。そう。正解は何ですか。はい。バタービスケットです、ね。おお、バラ。バラ。バラ。あ、はいはいはい。これね、じゃあ3種類上からちょっと読んでて。バッファローミルクジェラート。わーね。そして？で、アカシアの蜂蜜。あ、そこ合ってるね。で、ソフトバタービスケット。おお、ソフトバタービスケットね。で、こっちが次。タックス、なんか書いてある。さ、あ？す、ストレガート。ストレガート。ストレガートって何？あの、なんか強いみたいな。なんですけど、あの、じゃあちょっと上からまた読んでていい、はい、あ、これラテディバファラ、ミエレデアカシア、ビスコッティアルバロまで来て、はい、一番下に書いてありますね。コンリコラベネバベベネベネベンタノ、コンリクアベネベンタノ、ベネベンタノ、映ってるかな、ベネベンタノ、ベネベンタノ、ベネベンタノ、ちょっと待って、当てますよ。コンリコアは多分酒なんですよ、これ。はい。コンリカーまでは。ベネベンタノは、ベネベンタ、ベニ、ベニビンタ。ベニビンタ。ベニビンタ。ベニビンタの、あ、ベンタの。こちらはですね、お酒に使われる酵母。正解は？ストレガダイジェスティブ。というのは、というお酒があるの。ストレガ、ストレガ、ストレガちゃんね。リカ、ベネベンタのストレガってなんだよ、まず。70種類の違うハーブ、70種類のハーブを使ったイタリアの伝統的なお酒らしい。ハーブリキュールってこと。そうです。ほんとこれにハーブリキュール、これ結構やばいんじゃないの。うまいかまずいかの二択になってくるよ、それ。あの、ゴーストバス、まあでもうまいもんね、ゴーストバス。うまいのやってるんですよ、かっこいい。確かに確かに。で、最後これはタックスレモンって書いてある。3種類は同じで、上からさっきのね、3種類は同じで、イタリア語に予測してくから、コン・リモネ・ディ・ソレント、コン・リモネ、あ、コン・リモネ・ディ・ソレント、さっきのなんだっけ、これコンは多分そのコンだよ、コン混ぜるみたいな意味で多分。ああ、いや、わかんないけどね。リモーネは多分リモーネ、リモレモンでしょ。でディソレントでしょ、ソレント、ソレソレソレントソルトだ。はい、わかりました。こちらはですね、さっきの味に塩レモンが入ってますと。正解は、リモンチェロ。まずリモンチェロ、チェロって何？リモンチェロっていうレモンのリキュールです。待って待って待って。書いてます？うん。そうそう、このリモンディソレント。でもそれはあの、なんかそこは合ってるっぽいんですよ。あの塩レモン？
リモンチェッロとソレントレモンのバッファローミルクジェラート。あ、ソレントさんのリモンじゃない。ああ、そういうことですね。ソレントレモン。有名なシチリアさん的なことかね。ソレント地面数。そうなの。なんだっけ。なんかそういう歌ありませんでした。だってこれ帰れソレントへとか。ゲノゲの学歴と青山学院大学院のこの今あれが出ましたね、まあ、帰れソレントへ本当にあるそんな なんかある気がする帰れソレントへじゃなかったですか帰れソレントへすごい歌じゃないなんかさ田舎へ帰れみたいな帰れよーっつってる歌本当帰れって何帰れよーって歌ってけばやばくないソレント。あ、本当だ。イタリア州、イタリア共和国カンパニア州ナポリ、あ、ナポリだ。ソレントあります。あ、いいとこだね、ソレントね。あー、いいとこだ。ちょっとね、調べてもらって、ソレント。この辺になんか画像でもピン出しとくか。ソレント、めちゃめちゃ良いかな。おー、すごい。レモン美味しそう。レモン美味しそう。レモン美味しそう。レモンとカニのパスタとか出てきそう。画像この辺出しとこう、はい、ソレントのねということでじゃあ3種類していこうと言うんですけど、アトマイザーはこちら出たパレットです出ましたパレットこれねで、で中身のあれはあれです、はい、インサートはハニカムですいっぱい入ってるやつ、はい、いっぱい入ってるやつでじゃあオリジナルから吸っていきますかそうですね、はい、じゃあちょっと吸っていきたいと思います、まあ、ここでもういけるかいけないかですうまいよ。え？うまいよ。牛乳感ないよ。嗅いだ感じが。ビスケットはね、美味しい。ビスケットのリキッドも俺あんま吸わないからな。ビスケットのリキッドって、なんか僕、結構味が途中でしなくなるイメージがある。はいはいはい。ドーナツとかさ、ビスケットとかあの手のやつ。そうなんですよ。うまいんだけどね。味覚の慣れが早いんですかね。あーなんかすごいかっこいいこと言ったね。分かんないですよ。ということでじゃあオリジナルからね吸っていきたいと思います。いけます。ありよりのあり。ありよりのあり。全然違うように匂いと味。なんかクッキーっていうかビスケットにケンタッキー的なビスケット。ケンタッキー？ケンタッキーのビスケットわかる？あはいはい。ケンタッキー的なあのビスケットにミルクジェラートかけたみたいな味。はい。でくっちゃくちゃにしたみたいな味。クッキー&クリームみたいな感じもある。食べるとマッチだって食べるとめちゃめちゃまずいわ嫌いミルクいるめちゃめちゃスープいいスープいいなあやっぱゴーストバスだねあ仕事の仕方が美味しいよああこれなんだろうね甘いとも甘くないとも言えないなうまいなうまいっすね。うまいね。あ、よくできてるよこれ。あ、すごい。なんか吸うたびに表情が。ああ、蜂蜜もなんか後から効いてくるし。いいよね。最後ちゃんと食べた後のあの感じだよね。うん。やっぱ計算され尽くしてるな。これにハーブリキュール入るってなってたんで、想像的にはうまいけどね。いや、相当うまいっすね、これビスケット感がいいよね、かなりね
なんか よくあるビスケットじゃないですか、ね、ちょっと違う、ちょっと違う、なんかビスケット液体にしたみたいな、はいはい、な感じ。ちょっとなんか森永のあれの味がする。うん、マリーなんかそう、焼いた感とか焼いてない感とかよく言うじゃん、はい、俺結構焼いてない方が好きなの。あ、ビスケットの感じ、あんまり焦げ焦げしくないというか、なんかいいとこついてるね、美味しいところついてる。じゃあちょっと次ね、行ってみますか。次、どれがあと、なんかやばいやつ、炙りヒルでしょ。ちょ、書いてきますか。うわ、すっげえ、なんだこれ、アブさんみたいな、まあ薬草リキュールですから、そう、まあ、これを吸った後だから多分その匂いがこう弱まってるわけよ、こっち。そっちのハーブ側が強まってるんだと思うよ。じゃあ吸ってみますか。いや、これが僕結構美味しかった記憶があります。まあ、俺結構好きだからな、こういう意味わかんない味、絶対意味わかんないな、これ。よいしょ、なんか意味わかんない味好きなんだけどな、なんか3口ぐらいで良くなっちゃうのも結構あるじゃん。あ、それじゃないといいなって感じですね。じゃあ吸ってみます。こっちの方がうまいかうわー、これ俺よくやってんな、こういうこと。え、どういうことですか。こういうお酒とさ、はい、こういうビスケットとかさ。あー、金曜の深夜4時の味する。わかんない、寝てます。ここのマドル飲んで甘いもん食いたいなっつって、いつも行ってバー行って甘いもんとこうそういう系飲むみたいな時の面持ちになれる、まったり系よこれ。こういう味だけど、うん、おいしい。吸わせてくださいよ。いや、またこのちょっとなんか気持ち、メンソールなのかメンソールじゃないのかもわかんない、なんか、あ、なんか言いますよね、これがいいな、またうわー、これうまいな。これすごくない？よくこんな味作ろうと思って。あ、アニスダメな人これ吸うべきじゃない？いや、アニスダメな人ダメそうではあるよね。え、あ、まあまあ、ダメかもしれないですけど、でも雰囲気違うんですよね。雰囲気はでもアニスじゃないね。なんだろうね、レモングラスというか、なんだろうな、これなんだろうなと、なんだろうながぶつかって美味しいけどなんだろうなになってる。すごい、このクリームと、あとその酒系の香りの中に柑橘系もいますね。蜂蜜もいい仕事してるもんね、こうなってくると。この蜂蜜がそのビスケット側なのか、そのお酒側なのかちょっと分かんなくなってんのがいい。確かに。ちゃんと混ざってる。なんだろうね、これ死んじゃうんだね。すごいですね。なんか、なんだろう。僕はビスケット味はそんなに感じなかったんですけど、でも確かにそのお酒とビスケットを混ぜて砕いたらこんな味になるだろうな、みたいな感じの味してます。このお酒飲んでみたいね。飲んでみたいです。めちゃくちゃ酔っ払うタイプの酒の味してるけどね。確かに。アルコール度 55% みたいな味してる。うん。うまい。じゃあ最後、いってみますか。最後。リモーネ。リモーネ。いやー、どうだろうね、リモーネね。俺、結構嫌いだよ。レモンクリーム。とかさ、その、ビスケットにレモン入ってるとかさ、レーズンパンとかさ。僕も嫌いだったんですよ。でも最近なんか上質なのならいけるっていうことが発覚。いや俺もね最近そうなのよ。そうなんですか。上質なやつだったらレーズンパンとか意外とうまいじゃん。はいはいはい。でなんか日本人が作ってるレーズンパンはそのパンがさ、ジャパニーズパンにさ、あのラムレーズンみたいのを入れてるから合わないんだよ基本的には。ちょっともうちょっとビスケット生地っぽいパンというかパイ生地とか、ああいうパンの話になってきた。いやでもそういうことなんじゃないですか。まあ、じゃあ最後行ってみますか。リモーネ、リモーネ、なんだっけ、リモンチェロ、リモンチェロってあのチュロスみたいなやつってこと。リモンチェロって何、リモンチェロって、いや、リモンチェロっていうお酒のジャンルが、とシチリア産じゃなくてソレントさんレモンクリーム。なんか匂い嗅いだけどなんかちょっとうまいな。ヨーグルトみたいな匂いちょっとするんだけど、なんか
モンチェルト、これは飲んだことない、モンチェルト。確かにヨーグルトいいみたいな感じの、なんかあるよね、ヨーグルトっていうかミルクなのかな、これはちょっとレモン入れたから、そのミルクとレモンが合わさってヨーグルトが出てるみたいなかもね。吸ってみたいと思います。リモンタックスレモン、タックスって何？いや、わかんないです。タックスってもうあれしか出てこないよ、なんとかかんとか仕事で最後とってつけるやつね。いたよね。え、何ですかね。タックス、タックスじゃなかった。タックス、タックスじゃないかね。ファイナルファンタジー7知らない。いや、え、7は上やってましたけど。うわコーンみたいな味もする。コーン、なんだこれ、なんだこれ、お、あら、あら、美味しくないですか。いや、美味しい、確かに美味しいです、うん、美味しいし、飽きないし、なんだこれ、どういう脳みそがあったらこういうものを作るの。あ、俺のなんかリキッド作りの概念とはかなりかけ離れた味の作り方してるよ。そうっすよね、すごいね、一言しかない。なんかまとまりすぎててもちょっとムカつくかも。え、でもよくできすぎてる、なんか、ああそうっす、よくできすぎてるわ、ちょっと。なんかそのクリーム感とかそのヨーグルト的なレモンと、乳脂肪分が合わさった感じとかって何とかのあのキワッキワのそのまずくなるキワッキワよね。そう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 、なんかうまいまずいで一番うまいのってこのこのキワッキワのとこなの、大体の食べ物とか。確かに、確かに、ハーブとかもそうだし、すごいうまく使ってる。これもちょっと舐めてみようかな。これじゃあ僕はもう吸えるな。うん、美味しい、めちゃめちゃまずい。舐めるとまずい、舐めるとめちゃめちゃまずい。だから多分香りにした時にちゃんと考えてんだろう。めちゃめちゃまずいな、舐めると。好き、うまい、俺嫌いだわ。いや僕はいける。あ、ミルクがちょっと強いな、これだと。あー、なるほど。いや、これと同じだね。あ、いや、ちゃんと作ってるわ、うまいなぁ。いや、でまたこの清涼感、ゴーストバスなのにゴーストバスじゃないような感じもするし、ゴーストバスだなって思わせてくれるとこもいるし、ゴーストバスファンは好きそうだね、なんかね。そうっすね、なんだろう、これからちょっともう、っていうか暑いじゃないですか。あ、暑い中でもまあ、あれはボロドリップは例外として、こういうやっぱりクリーム系のやつ出してくる、はいはい、まあ面白いですね。でもなんか清涼感とか、うん、なんかそういうバランスはやっぱゴーストバスってなんだよね。そうですよね。僕夏でも全然吸えるし、うん、夏でも全然吸える、冬でも全然吸えるよ、これは。冬はそう、ただ限定だからもうなくなるんだけど、ね、そうですね。はい、これは結構数あんの。これは各10本ずつ出た。私はこれ1本サンプル開けてから9本ずつだ。いや、10本、そこは11本。あ、10本。あ、そうですか。さあ、リキッドでその限定商法みたいなやんのやめてほしいよね。確かに、うん、まあ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 、リキッドはちょっと気に入っちゃったら、ね、そうっすよね。まあ、たぶんゴーストバスの面持ちとしては多分ゴーストバス吸ってもらってて、はい、こうファンがちょっとこう限定とか楽しんでもらえたらなみたいな気持ち出してるんだろうね。そうっす、そんな気がするよ俺は。まあそんな感じですね。でいつものやっとく、ランキングやっとく、1位、2位、3位、せーの指さす。じゃあ1位からやる。1位からどれが一番うまかったか、せーので、じゃあ指さそうか。じゃあこう、どうさってこういこうか、分かりやすいように、せーの。そうなるよな、そうなるよ、好きなんだもんこういうの俺たち。じゃあ2位、せーの。あはい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 、いやこれはなんかすごいベースになってますけど、うん、
これ自体がすごい奥深くていいっすよね。まあ何とも言えないけど、まあこれがちょっと俺は個人的にちょっと好き出ちゃってるけど、まあこことここはあんま変わんないかな俺は。あ、そうですか。なんか同じだけどちょっと違う力みたいな、ワトソンの違う味みたいな。あーでもそう考えるとこれよりこれが劣ってるっていうのは絶対ないし、でむしろこっちの方がよくできてんじゃない、ある意味。そうですね、ある意味、うん、これはなんかちょっと考えつく味っちゃ味だもん。でもなんかちょっと違う、ね、そう、でもなんかちょっと違うんだよね。でもちょっとなんか違うんだけど、まあ味の想像としてさ、やっぱミルクジェラートとかビスケットとかさ、うん、人が思いつきそうな味じゃん。はいはい、確かに。だからまあうまくできてるっていうのはこっちの方がうまくできてると思うけど、俺はあのなんかこれが結構気に入った、もうベーシックだしね、俺は気に入ったかなって感じで。まあでもこれが一番好きだな、もうこれこういう感じ。確かに、うん、これはもう本当にマジで技術です。技術ですね。技術、まあ、これも技術なんですけど、うん、まあ、これも技術なんですけど、まあ、そんな感じですね。あー、うまい。まあ、よかったら、ね、ネットショップチェックしてもらって、はい、ゴーストバスもまあ再入荷したのとかいろいろあるんで、見てみてください。はい。ということで、そんな感じですね。はい。この動画が良かったら、グッドボタン、各種 SNS のフォロー。チャンネル登録、チャンネル登録、お願いします。はい、よかったら、ネットショップチェックしてみてください。はい。それでは、はい、また。また。